フォーメスピンしました。スピンしました。やっぱね、路面がちょこっとずつ良くなってて、動かした時にすごく動きすぎちゃってスピンしちゃったんですよ。だからね、2本目はちょっとね、その辺を抑え気味で走って、そしたらまあいい点数が出たんで良かったです。今年はワンリー5台も6台もいてですね、みんなベスト16だったりベスト8だったり、すげえグリップが高いタイヤメーカーなんで、ちょっとそこに食い込んでいきたいなと思ってます。だから今からまた明日の予選があるんで、それにちょっと向けて調整中なんで頑張ります。明日は1個ぐらい勝ちます。